くださってありがとうございます。今日の動画はなんと2021年夏のトレンド徹底解説をやっていきたいと思います。こちらの企画はですね、今年の春に2021年 SS の春夏のトレンド徹底解説という動画を出したんですけれども、その動画の今回は完全な夏バージョンでございます。トレンド徹底解説とは何ぞやという話なんですけれども、皆様おなじみの GU、ユニクロ、ザラなどのアイテムを使って今年の夏に絶対買うべきだよっていうトレンドカラーやトレンドアイテムをご紹介するという動画になっております。まあ、なのでこの動画を見れば今年の夏のトレンド、そして今年の夏に買うべきアイテムが絶対にわかる、そんな徹底解説動画になっております。ぜひ夏のお買い物をする前に参考にしていただけたらすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。はい、ということでですね、まずはトレンドカラーからご紹介していきたいと思います。今年の夏にトレンドになるカラーはですね、4つ主にあると私は思っていて、まずピンク、ブルー、イエロー、グリーン、この4色を押さえておけば大丈夫なんじゃないかなと、いろいろこうね偵察した中で思っているカラーでございます。まずピンクはですね、ただのピンクではなくバブルガムピンクというピンクがトレンドになってきます。こうパステルとか淡い感じのカラーってよりは原色でビビッドピンクっぽいというか、ショッキングピンクに近いようなカラーがすごくトレンドになってきます。実は私バブルガムピンクのブラウスをもうすでにゲットしておりまして、先日アップしたザラの購入品紹介でご紹介したこちらのブラウスがバブルガムピンクになります。このねパキッとした夏っぽいカラーが本当に可愛くって、私自身もザラの店舗でこのブラウス見かけた時に一目惚れして購入したアイテムになるんですけれども、もうこれは着るだけで本当にこう気分がグッと上がるような、すごく幸せな楽しい気分になれるようなカラーになっております。で、お次のカラーはイエローなんですけれども、どんなイエローかというとライトイエローでございます。で、ライトイエローっていうのは今年の春夏のトレンド解説の時にも皆様にお伝えした通りに、ひよこみたいなこう淡いピヨピヨカラーっていうんですかね、そういうイエローがトレンドになってきます。まあ、これはね春もトレンドになっていたカラーなので引き続きトレンドが続くといった印象です。で、お次はブルーなんですけれども、どんなブルーかというとですね、アイスブルーでございます。このカラーも春からのトレンドがずっと続いて夏もトレンドになっているカラーでございます。まあ、名前の通りこう淡くてパステルっぽいというか、ふわっと柔らかい印象のブルーになります。で、お次ラストがですねグリーンなんですけれども、これが今年の夏にグッとさらにトレンドになってくるかなと思っているカラーなんですけれども、ビビッドグリーンでございます。やっぱ今年の夏は最初のピンクと同様にパキッとした現象がすごくトレンドになってくるんですけど、こんな感じで私はシーンでこのビビッドカラーの購入して着ているんですけれども、濃い鮮やかなグリーンっていった印象ですね。お次は夏のトレンドアイテムをご紹介していきたいと思います。まずはトップス部門からご紹介していきます。トップス部門の一つ目なんですが、スリーブのものがトレンドになってきます。スリーブのものっていうのはノースリーブとかフレンチスリーブとか、袖がないタイプだけどちょっとこう肩を覆う部分もあるを、スリーブタイプっていうんですけれども、まあ、なので私がね今着ているこれとかもスリーブタイプのものになってきます。で、スリーブタイプのものの中でもこうフリルとかボリューム感があるタン丈のトップスとかブラウスとかもさらにこうトレンドになってくるんじゃないかなと思っております。まあ、なので私が今着ているこれとかは今年のトレンドをすごく詰め込んだアイテムになってるんじゃないかなと思います。で、お次2つ目はですね、去年の夏そして今年の春に引き続きシースルーアイテムトレンドになってきます。もうこれはねいつからトレンドかわからないんじゃないかなってぐらい毎年ねトレンドになってきているアイテムなんですけれども、今年もスケシャツとかスケっぽいワンピーとかはトレンドになってきます。で、お次3つ目はですねベストでございます。これね今年の春から夏にかけて少しずつ皆様見かける機会が多いんじゃないかなと思うんですけれども、テーラード素材のベストがトレンドになってきます。これはザラとかに結構売っているアイテムで、丈は少し長めでよく見るニットベストとかカジュアルめなベストってよりは大人っぽくシンプルにちょっと洒落た感じで着るようなベストがトレンドになってきます。まあ、テーラード素材のベストはザラとか、まあ、あと GU とかにも展開していると思うので、そういうところでゲットするのがいいんじゃないかなと思います。で、そして毎年夏に恒例のキャミワンピースもやはり今年ねトレンドになってくるかなと思います。キャミワンピはね毎年夏に絶対こうトレンドというかマストなアイテムにはなってくるんですけれども、そのキャミワンピース
ストの中でもですね、ちょっと背中が開いたデザインと金太郎スタイル、私がこれずっと私の春だって言い続けてるんですけど、紐でちょっとこう首周りと背中が開いたようなキャミワンピースがさらにトレンドになってくるんじゃないかなと私は思っております。まあ周りと差がつくデザインだったりするので、まだねキャミワンピゲットしてないよって方は一着買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。でそしてラストはバイカラーなどのポロセーター、これはね春から結構トレンドだったんですけれども、夏も引き続きトレンドが続くなと思って今回ランクインさせていただきました。でバイカラーなどのポロセーターっていうのはですね、ポロシャツではなくニットのセーターで少しこうピタッとして女性らしく着るようなデザインのものが春から夏にかけて引き続きこうトレンドになってきてると思います。お次はボトム部門に行きたいと思います。まず一つ目のボトムはですね、ミニ丈のボトムでございます。でこれがハーフパンツ、ショートパンツがトレンドになってくるんですけれども、どちらかというとですねハーフパンツがさらにトレンド感がグッと上がるんじゃないかなと思っていて、先ほど紹介したテーラードのベストにハーフパンツでこうセットアップっぽく着たりっていうスタイリングとかもすごくトレンドになってくると思います。でお次二つ目はですねスウェットパンツでございます。こちらは春からずっとトレンドになってきてるアイテムなんですけれども、今年の夏そして秋冬までずっとトレンドになってくるアイテムなので、夏用のスウェットパンツ、秋冬用のスウェットパンツってこう少しずつ買い揃えていくのがいいんじゃないかなと思っております。でお次3つ目はですね、ティアードのスカートは引き続きトレンドになってくるかなと思っていて、こう全部チュールだったりとか透け感がありすぎるボトムはそんなに今年の夏はトレンドではないんじゃないかなと感じていて、まあ、ただ全透けではなくって膝までは綿の素材で膝から下が透け感あるとか、こういろんな素材を組み合わせたボトムはトレンドになってくると思います。でラストはですねトレンドのシューズをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、厚底のトングサンダルでございます。トングサンダルってなんだろうって思う方がねいらっしゃると思うので、ちょっとご説明させていただきますと、ビーチサンダルとかによくある甲を押さえる部分のパーツが V の字になっているものをトングサンダルって言うんですよ。なので、まあ、分かりやすく言うと厚底のビーチサンダルスタイル、これはね本当にもう雑誌とかではよく使われていて、デニムにスタイリングしたりとかワンピースにスタイリングしたりとかっていうのですごくこうメジャーに使われているアイテムになるんですけれども、今年の夏はただのこう B さんトングスタイルではなくって厚底かけるトングっていうのがすごくトレンドになってくるので、まあ一足は買ってみていいんじゃないかなと思うアイテムです。でお次2つ目はですね、甲を覆う部分がもちっとボリューム感があるサンダルでございます。このサンダルもね結構見かける機会が今年の夏春夏にかけてかな結構多くなってきていて、韓国っぽいちょっとこうモコモコもちもちした感じのアイテムはサンダルだけじゃなくってティッシュケースとかクッションとかソファーとかなんかもろもろで結構トレンドに今なっているアイテムで、それが、まあ、シューズも今回トレンドになっているんじゃないかなと思っているんですけれども、このねデザインは厚底とかそういうのじゃなくってちょっとしたヒールとかあとはぺったんことかのサンダルに甲部分だけがモコっとしているものが割とトレンドになってきそうかなと思っています。私はこのモコモコサンダルはイーボルで白のサンダルゲットしたのと、あとザラでも緑のサンダルをゲットいたしました。今年の夏買うべきのサンダル徹底解説は先日YouTube に動画アップしているので、よかったら概要欄から見ていただけるとすごく嬉しいです。ということで以上が2021年の夏に押さえておくべきトレンド徹底解説だったんですけれども、ちょっと最後におさらいして終わりたいと思います。まずはトレンドカラーがピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色で、バブルガムピンク、ライトイエロー、アイスブルー、グリーンはビビットグリーンでございます。でお次はトレンドアイテムなんですが、まずトップス部門の1つ目がスリーブのもの、2つ目がシースルー素材のもので、3つ目がテーラード素材のものベスト、ちょっと背中が開いていたりとかこう紐のタイプのキャミワンピースで、5つ目がバイカラーなどのポロセーター、でお次がボトム部門で1つ目がミニ丈のボトム、これはハーフパンツが結構主流かなと思います。2つ目がスウェットパンツで、3つ目はティアードのスカートでございます。このティアードのスカートとかは膝から下だけスケートとかのそういう素材を掛け合わせたアイテムがトレンドになってきます。でラストシューズなんですけれども、1つ目が厚底のトングサンダルで、2つ目がモコモコっとしたボリューム感のあるサンダルでございます。ぜひ夏のお買い物を参考にしていただけるとすごくすごくすごく嬉しいです。それではエンディングへレッツゴー。以上
上、2021年夏のトレンド徹底解説でした。本日も忙しい中投稿をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。ビビーちゃん、おわけもおうちです。見てくれてありがとうございました。肩幅プレゼント for you。 撮影するのに時間がかかった、もうやばい。途中でなぜか言葉が出なくなって喋れなくなって、一瞬ここでずっとってなっていました。ということで、トレンド徹底解説いかがでしたでしょうか。結構ね、購入品紹介でご紹介したアイテムとか、事前にもうトレンドを入手して購入していたアイテムばかりだったので、結構リアルにね、あ、これはちょっと知ってるとか、これももちもともと言ってたやつとかね、なってもらえたんじゃないかなと思います。ということで、今日見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会おうね。バイ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 。あ、本当にやっと終わった。マジで時間かかった、やばい。ということで、ももちのトレンド解説を待っていてくれた子がもしいるとしたら、その子にこの動画が届いていますように。そして春のトレンド徹底解説を参考にしてくれていた子にも届いてますように。届け届け。じゃあみんな、今年の夏可愛いお洋服着て楽しもうね。